こんにちは。今日はシートカバーの取り付けというか、今シートカバー買いに来たんですけど、これからちょっと買って取り付けていきたいなと思うんですけど、まあちょっと見てもらえばわかるんですが、助手席側がこんな状態なので、まあ、購入当初からこの辺はちょっと破けてたんですけど、僕が使用してるうちにこっちまで避けてきちゃって、ちょっとどうしようもないなという感じになってしまったので、まあ本来ならね、これ自体がもうシートカバーみたいなもんなんでまあ全部貼り直してもいいんですけど、まあシートカバー、この前席と後席貼り直すと、この天井とか床のマットとか、こういうの、これも新品にしたくなっちゃうんで、まあ邪道かもしれないですけど、とりあえず汎用のシートカバーをかぶせてごまかそうかと思います。でこれね、二重になってるんで、前の、まあ、アメリカのオーナーだったんですけど、前の人が多分破けた純正の上にさらにこれをかぶせてると思うんですよね。まあ、同じところが破けてるんで、まあ、ここが弱点なのかなと。でこのカバー変えるときは、この内側のこういうクッション、こんなものとかもう多分入れ替えた方がいいと思うんで、結構大変なんですよね。まあ、リアは今サラペをかけてごまかしてるんですけど、リアもちょっとこの辺が破けてます。はい、じゃあとりあえず買ってきたので帰って取り付けをしてみたいと思います。よし、到着しました。やらせですね。やってますね。はい、で今日買ってきたのがこのジャック&マリーさんっていうのは、あのオートバックスさん系列のちょっとおしゃれなアパレルとかガレージ用品とかアウトドア用品などやってるショップなんですけど、そこのゴードンミラーっていう自社ブランドですかね、そこのシートカバー買ってきました。シートカバーなんですけど、こういう一枚もののキャンバス地の結構丈夫な素材で、パラコードでこう縛って調整するみたいな、いろいろ種類があって、この商品が一番ビートルに形的に合うかなということでこれにしました。店員さんもいろいろ測ってくれたりして、すごい親切で助かりました。でこれすごいのが、背もたれがあの裏側ですね、ここにモールシステムって、あの軍隊が使う防弾チョッキとか、あの辺に使われる、このなんて言うんでしょう、いろんなものを引っ掛けられる、こういうシステムがついてます。はい、これ僕あのサバイバルゲームの時に使ってるプレートキャリアっていう、まあ防弾チョッキですね。これにも使われてるのがこのモールシステム、まあここに予備のマガジンだったり、いろんなものが付けられるっていう、そういうシステムですね。キルトこんな感じどうでもいいですけど、まあこうやって予備のマガジンがここに付いてたりするんで、まあ、ちょっとミリタリー好きの方だったり、ワークウェアが好きな方にとっては馴染みのあるものだと思います。最近サバゲー行ってないんで、久々に行きたいんですよね。久々に来ました。じゃあ早速つけていきます。これも簡単で、上からかぶせるだけで、ビートルって結構ここが特殊で、ここの幅が広いんですよね。なのでこのパラコードでここが縛って調整できる、このタイプ、これは結構余裕があるのでいいと思います。でつけるのとても簡単で、これを
パラコードを通して、あとは被せるだけです。これで装着は終わりです。で、被ったらこれ、このパラコード、これをこうギュッギュッと縛って、こちら側からギュッギュッと引っ張って、最後ここでキュッと止めると。下もそうですね、下もこれでキュッと縛って止めるだけなんで非常に簡単です。で、このタイプだとちょうどここも空いてるんで全然邪魔にならないんでいいと思います。感じで、だってこのパラコードっていうのはパラシュートコード、パラシュートに使われるロープのことです。はい、はい、じゃあ次は問題の助手席側をやっていきます。はい、じゃあ取り付け完了しました。こんな感じ。いいんじゃないですかね。この雰囲気が嫌な人はすごく嫌な感じがすると思うんですけど、まあ、座り心地もいいし、これ一回倒してみましょうか。これも問題なく機能します。滑らないし、なんだろう、ちょっとあったか、やっぱキャンバス地なんであったかみがあっていいと思います。で、一応防水なのかな、水にも強いって書いてありましたね。で、本来キャンプとかサーフィンとかちょっとアウトドアする人とかがこう汚れたまま座ってもシートを汚さないためのものなんですけど、まあ、僕の場合もうシートがボロボロなんで、それを隠すために今回これをつけました。ゴードンミラー、このブルー、綺麗なブルー、これちょっと気に入りましたね。なかなかこのブルーを出すの難しいと思うんですけど、これもね、結構きっちり止まるんで、普通のシートカバーって意外とここヘッドレストがもうちょっと細かったりして、多分ビートルのこのシートには合いにくいと思うんですよね。それかこれが別体式用だったりするのが多いんで、このヘッドレスト一体式のシートで、まあ、この形状、結構幅があるシートなんで、これなら余裕で収まります。
まあ僕みたいに DIY でいろいろ車いじる人なんかもいいんじゃないですかね。ホコリだったり油がちょっとついちゃったような服で座ってもシートが汚れないんで。すいません、後ろからの動画を撮り忘れてました。こんな感じですね。ここになんか引っ掛けてこういうバッグを下げるとか、まあいろいろ活用方法あると思うんですけど、このモール、これ結構便利だと思います。ただでさえ収納が少ないんで、ビートルが。で、この座面の幅もきっちり収まっていて、あ、裏はこんな感じですね。なんていうのかな、ナイロン。特に滑り止め加工みたいなものはないんですけど、まあここで後ろにグッと引っ張って止めてあるんで、ずれないですね。この辺は、まあこの辺も問題なく使えそうです。うん。はい、じゃあ今日シートカバーをビートルにつけてみたんですけど、どうでしょう。結構手軽で雰囲気をガラッと変えられるんで、いいんじゃないかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。